こんにちは、メルバスファームです。ようやく気温が落ち着き暖かくなってきましたので、室内管理株の一部を屋外へ移しました。本当は植え替えや薬剤散布の方法などのリクエストをいただいておりましたので、その動画をお届けしようと思っておりましたが、株を移すだけで疲れてしまい、そこまで撮ることができませんでした。大変申し訳ありませんが、 FAQ 動画は近日中にお届けしますので、今日はせっかく外に出したので、その株を一緒に見ていきたいなと思います。ただ株を撮影していくだけの動画になりますことをご了承ください。ゆったり見れるように撮っていきますので、リラックスしてご覧いただけますと幸いです。それでは今回も見ていきましょう。それでは見ていきましょう。とりあえず5号鉢サイズ以上の株を出せるだけ外に出してみました。まずこちらがフィリグリーになります。こちらはすべてリゼさんのところのフィリグリーになります。個人的にやはりフィリグリーが一番特徴があって好きです。サイズ的にはこちらが S サイズ、そして M サイズ、L サイズといったところです。ただ、さらにここから一回り二回りぐらい大きくなり、よりいかつい姿になっていきます。フィリグリーは SS サイズもあり、こちらにいくつかストックがあります。そしてこちらもリゼさんのところの白芸になります。こちらは別の台湾ナーセリーの白芸です。こちらもう少し葉数を増やして丸くなっていくとかっこよくなるんじゃないかなと思っています。こちらは超特大の白芸です。そしてこちらはカニですね。こちらもリゼさんのところの株になります。発根にすごい時間がかかり、3ヶ月ぐらいかかったような気がします。ようやく根が出て葉が展開し始めました。こちらもより大きくしてかっこよくしていきたいと思います。こちらはレッドキャットウィーズです。この2つはお客様の株になり、冬の間預かっている株になります。こちらもリゼさんのところの株です。めちゃめちゃかっこいいです。自分の分も買えばよかったと後悔しています。そしてこちらは当チャンネルでもよく出てくるシャークソードですね。小株が出てきてます。そしてこちらがシーザーですね。めちゃめちゃ巨子がいかつくてかっこいいです。どうやったらこんなボコボコした巨子を作れるのでしょうか。僕も今いろいろ試していますが、ここまでできるようになりたいなと思います。そしてこちらは最近入ってきた葉ですですね。ダイナソートゥースになります。こちらもめちゃめちゃかっこいいです。こんなボール状の葉ですはそうないんじゃないかと。
で、このお隣が鳳凰ですね。こちらもすごい形が綺麗で気に入っています。こちらはさらに一回り大きくなり、よりかっこいい姿になっていきます。こちらは先日インスタグラムで名前をつけていただいたジャガーノートハイブリッド未生の翡翠になります。翡翠と書いてカワセミと読みます。こちらも小株が出てきているので、大きくなったらご紹介しようと思っています。下の体以外だと、こちらはサソリガニですね。ジプソフィラとイシスメンシスの交配種になります。こちらはいくつか在庫があり、こちらとこちら、小株のご用意もあります。あとはこちらはちょっと開いちゃってますけど、コクゲイですね。菊鉢に植え替えてからどんどん大きくなっていってます。そしてこちらがフクロウアザラシですね。フィリグリーに上から見た感じが似ていて好きです。ただフィリグリーよりも葉が肉厚で幅広の葉をしています。そしてお隣はこちらも個人的にお気に入りのパンダになります。いわゆるチタノタらしいワシャワシャ感はありませんが、スッキリとしていてタイプの株です。そしてイラン株も少し見ていきましょう。こちらはシャークですね。これもめちゃめちゃかっこいいです。何もしなくてもかっこよく育ってくれるので、初心者の方にもおすすめです。お隣はオクトパス。こちらも特徴的な株で素敵ですね。そしてそのお隣はペルシアンドワーフになります。こちら最近小株が吹いて今泳いがありますので、気になる方はぜひお声掛けください。そしてこちらはジャガーノートですね。こちらもめちゃめちゃ綺麗ですね、形が。またイランから仕入れようと思っているので、小株を買おうかなと思っています。ブラックファイヤー、タランチュラ、アングリーハートなどがあります。ちょっとまだ外に出し切れていないので、また別の機会にご紹介できればなと思います。こちらはちょっと雑多な感じなので、またご紹介します。こちらでご紹介したいのは、個人的におすすめのジャガーノートハイブリッド未生株になります。未生なのでそれぞれ特徴があり、育てていてとても面白いです。今気に入っているのはこの子、コンパクトでとてもまとまりがあり、綺麗な形をしています。こちらも特徴的な葉の形をしていて、今後の成長が楽しみです。これも綺麗な形してます。ジャガーノートハイブリッドはいろいろ持っていますので、気になる方はぜひお声掛けください。写真を撮ってご紹介させていただきます。そして先ほどご紹介したリゼさんのところのフィリグリーの SS サイズもあります。こちらはオオジロザメですかね。結構大きくなってきました。あとはシーザーの骨格、こちらもサソリガニですね。
てアガベではないのですが、インスタグラムでご紹介しましたが、エルバスファームで盆栽の取り扱いも始めました。僕の祖母の家が茶道家の家でして、昔から和が好きで、何かアガベ以外の植物をご紹介したいなと思った時に、やはり盆栽がいいなと思い始めることにしました。ただザ盆栽という感じでやっても面白くないので、僕らしくちょっとコーデックスを意識した感じで育てるようにしています。こちらは真柏、こちらも真柏、こちらは黒松ですね。でこちらが今一番お気に入りの真柏です。幹の感じがすごいかっこいいです。今水に濡れて黒くなっていますが、もっと白い肌をしています。こちらはとても面白い形をしているグミの木ですね。コーデックスに劣らない魅力があります。こちらも真柏ですね。で後ろの株がちょっと大きめの黒松になります。盆栽の育て方なども今後このチャンネルでご紹介していければなと思っておりますので、楽しみにお待ちいただけますと幸いです。今回は屋外に移した株をご紹介しました。本当に緩い動画で申し訳ございません。僕自身も屋外管理、そして春管理に向けて早く薬剤散布、そして植え替えをしていかないといけませんので、また次の動画でそのやり方はご紹介していきます。それでは今回はこれで以上になります。高評価は動画制作の励みになりますのでお願いいたします。またフォローもしていただけると嬉しいです。それでは今回はこれで以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。